しめんそかです。しめんそかと今聞いてすごい不思議に思った方もいらっしゃると思いますが、しめんそかは本当は敵に周りを囲まれて絶体絶命という意味で使われると思います。ですが私たちは敵ではなく、お客様に囲んでいただいて楽しんでいただきたいという思いでこの名前を付けています。本日は皆さんに楽しんでいただきたいので、手拍子や掛け声、ハーヤッションマカショシメイソカで掛け声をしながら楽しんでいただければ幸いです。よろしくお願いします。そろったそろったよ傘を差す
です。はい、お見事、ありがとうございました。ありがとうございました。